彼らはお前を待っている。この要塞を掌握すればトライブたちに平和が訪れるだろう。しっかり備えるといい。要塞は前哨基地よりも手強いからな。スリングロバーでお前を飛ばして壁を越えさせる計画だ。万が一に備えてヘルメットを確保してほしいそうだ。探してくるといい。ヘルメットはフリーサイズだからすぐに見つかるはずだ。敵のトライブを解放するときだ。シーフーの元にたどり着くまでできるだけ穏便に済ませろ。真の自由を得るにはトライブを団結させると同時に生命の木を救わなければならない。ネトラトライブは自由を尊重し自由を守るために尽力している。彼らは各トライブが自立しながらも信頼し合える関係を作り上げることこそが生き延びる唯一の方法だと信じている。こんな結末は思ってもみなかったが、団結よりも戦いを選ぶ理由などどこにもない。戦いの後には何も残らないからだ。好感が持てるくらいでは足りない。それより戦ってばかりいるようであれば味方にはなれないと考えている。平和に解決されるに越したことはないだろう。お前に要塞を託すと言っている。敵のシーフーは倒された。彼のトライブの運命はお前が握っている。お前は彼らの運命を選ぶことができるが、その結果は良くも悪くもお前に返ってくる。彼は敵のシーフーの処遇についてはお前に一任しているが、時期を示すべきだと示唆している。情けは人のためならずだ。見るからに助けが必要な相手に手を差し伸べることはいい行いだ。かくしてお前は運命の道を歩み出した。良くも悪くも後戻りはできない。彼らは共にある。世界の秩序と安定が再び成り立つまで。彼は他のトライブがこの戦争には勝者がないと悟ったという知らせを受けた。いがみ合っていても意味がない。三者ともにお前のトライブなら彼らを団結させられると感じている。お前の努力が功を奏したのは明白だ。ようやくトンネルの出口が見えてきたぞ。彼らは戦争に疲れきっているからな。今動くかどうかはさておき、平和をもたらしてくれた者のことを彼らは決して忘れはしないだろう。それでお前は今すぐ戦争を終わらせたいか、それとも聖戦を続けるか。彼も同意している。いざという時のために力を温存すべきだ。